お、こんばんは。ピッチピチ。こんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。本日はべちゃべちゃなのでなんかべちゃべちゃ、全身がべちゃべちゃなので、配信終わったらすぐお風呂に入る。うわ、ベタベタ。今帰宅ですかって、そう、今帰ってきた。うん、まあまだ。やほー。そう、もう冷房は今ちょっとつけてきたから。わ、止まる。やばい、今日4回ぐらい止まってる。大丈夫そう？お風呂場でやったら絶対止まんねんな。朝晩涼しくなりましたねってね、ちょうどへ帰ってくるとき。止まったり動いたりラジバンだり、あ、ね、これ止まるよね。なんで？そう、お風呂場で、お風呂場っていうか、脱衣所、脱衣所やって、脱衣所でやったらね、よく止まる。お、ほら、ほら、今2回も止まった。これ何なんだろうね。これ何やったっけ？前もさ、これなんか洗面所でやったらめっちゃ止まんねんなって話してさ。これ、前、なんかちゃうみたいな言っててんけど。何やったっけ？ Wi-Fi がどうたらこうた。でも Wi-Fi、うん、なんか、なんて、なんか前言ってたよな。止まるーって、止まるよね。どうして？逆にお風呂入ったら止まらへんっていうのは？逆にお風呂入っちゃえば止まらないっていう説ない？結構止まるよね。でででででで、ん、あ、あ、やばい、止まる止まる、あ、あ、やばい、お風呂のが止まる、お風呂のが止まるお風呂の方が止まるやんけー。ダメじゃん。あ、なんで脱衣所なのって。だから今日はここでええわと思っててんけど。ダメだった。そう。ただいま。逆にさ、 Wi-Fi 切っちゃえば大丈夫説ある？もしかして。絶対に配信切り忘れないでって、ほんまそう。配信止めたと思って、私ここでバーって脱ぎ始めたら事故よねやばいやばい。はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。よし、あ、でももしここ閉めるわもし大西が切り忘れたとしても、あ、わかったって言って、大丈夫です。あ、ほんで止まるねすまんな、いつもこれ閉じてるからさ、こう鏡だからさね、これ閉めると余計止まるね。うん、もう見て、ここの髪の毛。
ベタベタで針金みたいになってんだけど恥ずかしい。上手描いた。もう前髪がさ、おいしい。なんだろう。その昨日はね、まあ汗かいたけど、今日はね、だいぶかいたんですよ。本日は武道館の新チームコンサートの投資でした。残るは明日ゆきりんさんコンサートの投資。明日はね、朝からわりかしバタバタしそうなんですよね。いや、もう大詰めだね。そう、もうちょっとだもんね。朝早いって、めちゃめちゃ早いってほどではないけど、明日は朝撮影やって合わせして投資して合わせして、あとね、最後結構夜遅くからねあるんですよ、もう一個お仕事が。だから明日夜がね多分配信できないから、どっか朝か昼か分かんないけど、どこかで配信しなきゃいけない。君線の稽古全然いけないねって、ほんと全然行ってないよ、にしマジで。なんか回数で言えば 5,6 回ぐらいは多分行ってるんやろうけど、1日2時間1時間半みたいなのが多いから、なんか全然参加してないまだなんか参加してる気に なってないあんまり。やばい、本当に全然行ってない。やった気がしないって、やってないなんか本当に全然やってない。ありがとうございます。本当終わったら頑張らなきゃ。セリフ覚えてるって、うんうんいや頑張って台本見て覚えてるつもりではいてて、それでも全部は覚えれてないのよまだ。でも覚えてる部分もみんなとやってないから、あんまり不安すぎる。そうね、なんか自分がまだね立ってる想像がつかないのよ。気にせん、もう多分だいぶ完成してると思うし、もうわりかしもう完成はねだいぶ早かったのよ気にせん。でそっからみんな多分ね完成度今上げてってて、多分すごい素晴らしいことになってそうだから怖いけどね、そこへまた行くのは。でも今までもなんかそういう感じが多かったから、にしても今回はセリフ量が本当にだいぶ多いから、その点に関しては本当に不安なんですけど、でも頑張ります。
ワンフワン言っててもしょうがないからね、結局。だってみんな時間は同じなんだし、結果本番は来るんだし、まあふわふわ言ってても、今はね、今でやるべきことが、今武道館とあともう一個、あの何並列してっていうのっていうのやってるから、今その2つでちょっと目いっぱいなところあるので、団舞台は、まあ、ちょっとね、あの視野に入れつつ、今はその2つをちょっと重きに置いて、3つ一気にやろうって思うと本当全部が中途半端になっちゃって、それが本当に嫌なので、お店だから一旦今はその2つのお仕事を一旦ね、で集中型やもんねって。そう、なんかね、本当はね、1回に2つのことを同時にできないんですよ、お店。そうだからね、そう苦手なんですよ。なんかしながらなんかするって本当不器用なんだなと思うんですけど、そう2つ3ついっぺんにできないね、器用な人間になりたいなと思うんですが、私も苦手ってね。なんかだからほんまにさ、こういっぱい、なんだろう、大きな仕事って言ったらいいのかな、をさ3つ4つこう同時にやってる方もあんま見えへんけどね。で、ほんとすごいなと思う。ねえ、彼は憧れるわってね。なんかきっとさ、その人はその人でさ、めちゃめちゃすごい努力をしてると思うねんけどさ、努力してもね、できない人はできないじゃん。そう、余計大西それでいっぱいいっぱいになっちゃうんですけど、いつも。みーちゃんもできてるように見えるって、本当強行突破でもね、もっと本当はもっと一個に集中してやりたいけどね。でも毎日端末を3つ使って3人以上のメンバーのショールを見てるわけ。話入ってくんの、3人のショールームを同時に見てそれは内容入ってきてる、聖徳太子ですか、細かいすごくない。でもいるよね、同時にこう視聴する、飽きひんやろ、そんな3つもいっぺんに見てたらすごいな。すごいよ、もしそんなメンバー2人にいっぺんに一気に喋られたら、うーん、なんてってなるすごくない、一人の話聞くので精一杯よ。すごくない、でも楽しそう。会議みたいになりそうって、確かにリモート会議みたいになりそう。今大西と誰と誰の配信を見てるんだろう。じゃあ初のメンバー、ハツのメンバーイラスト素晴らしいねって、ね、あのなんだっけ、あの宇多田ハツカちゃんのそうツイッター、そう
ハッチがね、そう足をそうエイトの舞台の時怪我しちゃって、でね、そう今回武道館出れないってなって、そうで、そう毎日カウントダウンでメンバーの絵を、止まった？止まった？今全然絵、嘘、閉めてはない。ちょっと鏡見ただけ。そう、動いた？動いた？よかった。そう、宇多田ハツカちゃんが絵を描いてくれてて、みんな AKB みんなの、そう文字の絵とかも描いてくれて、それ気が上がってたんですけど、そう、おなんかさすがにさ、イラストでさあんなさ人数いたらさ分からへんやん、なんかみんな同じように見えるやろうけどさ、でもねちゃんと分かるの、みんなのハッツの絵、みんなの特徴すごい分かる。うん、すごかった、大西目頭こんなとこまで行ってたすごい、でもなんか大西やってなった、すごい、ね、イラスト上手、ハッツ。それ何の体勢って、ここにねあれがあるんです、タオル置きそれにこうやって出るやつここなんか美味しい、普通に歯磨いててもなんかここを使っちゃうんですよね、掴むか手置くかなんかしちゃう、ここ、そう立ってるからさ今なんかこうなっちゃう、かっこいい体勢だねって、ね、あもう15分経ったって、本当？オッケー。グーサインしたら真横になっちゃう、よし、じゃあ私はなんかこのペタペタした体をささっとさささっとお風呂に入って洗い流してくるわ、よし、じゃあランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います、いきますよ、1位さとちさんありがとうございます、イエイ、そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさんありがとうございます、イエイ、そして3位がエイトさんありがとうございます、イエイ、そして4位がケイジさんありがとうございます、イエイ、そして5位がひろかしんさんありがとうございます、イエイ、そして6位がおかゆさんありがとうございます、イエイ、そして7位が KITT さんありがとうございます、イエイ、そして8位がよっちゃんのゆう、ももち大好きさんありがとうございます、イエイ、そして、9位がおやちゃんありがとうございます、イエイ、そして10位がライオン丸さんありがとうございます、イエイ、そして11位がケイさんありがとうございます、イエイ、そして12位がアリングさんありがとうございます、イエイ、そしてラスト13位がまここさんありがとうございました、イエイ、ありがとうございます、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います、大丈夫？止まってない？あ、やばい、何回か止まってる気がする、動いてる、なんでここ本当にこんな止まっちゃうんだろうね、リビングもすぐそこなんだけどね、どうしてなんだろう、ちょっとこの謎を本当いつか解明したいよね、なんで絶対ここのね廊下に出たらさ絶対止まることないの、なんでここだと止まっちゃうんだろう、電波ですねって、本当に YouTube とか見てさ一回も止まったことない、いつもここで YouTube とか見てるけど
電波なのかね、生配信になっちゃうとこうなっちゃうのかね。ね。ちょっといつか解明してみよう、みんなで。あ、でもなんかさ、TikTok 見ててさ、なんか霊の見え方みたいな。なんか最近流れてきてさ、あ、終われって話やんな。そう、でもね、今日それをね、ちょっと実践して帰ってきたの。霊が見えるようになる方法みたいな。おう。そう、ちょっと帰り道やってみてんけど、全然見えへんかった。そう、いや、ほんまに見れたらすごいなと思って。そう、見えへんかったけど。なぜ実践って、え、なんか本体を見たことはないからさ、見れんのかなって思ったけど、でもそれを続けてたら見れるかも。ちょっとや、気が向いたらやってみよう。でも怖いんでしょって、うん、無理。怖いのは苦手なんですけど、本当にそうだったらすごいなと思って。でも霊って見ちゃうとついてきちゃうらしいから、やっぱ見えない方がいいよねって、そうで、それ言ってた、その動画が。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の石桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。なんか今一気に眠たくなってきた。じゃあ、おやすみ。絶対切り忘れないぞ。バイバーイ。おやすみなさーい。